皆様こんにちは。住友不動産の柿崎と申します。シティハウス志村坂上 3LDK のコンセプトルームをご紹介いたします。こちらはリビングダイニングです。二人柱を外に出したアウトフレーム設計を採用しました。お部屋のレイアウトの自由度が飛躍的に上がります。続きまして、リビング横の洋室です。このように引き戸を開放していただきますと、リビングダイニングと一体利用ができます。また下部にはレールがなく、お掃除も大変しやすくなっております。リフォームすることなく間取りを変更できるので、ライフスタイルの変化にもスムーズに対応できます。こちらはバルコニーです。奥行きが2メーターございますので、このように植栽や椅子も置けます。キッチンをご案内させていただきます。こちらは高級感あふれる御影石の天然石のカウンタートップとなっております。そしてこちらが生ゴミディスポーザー。三角コーナーやネットの設置が必要なく、シンクをきれいに保つことができます。そしてこちらがビルトイン式の食器洗い乾燥機。特に共働きの世帯は必須アイテムと言っても過言ではないかと思います。パウダールームをご紹介いたします。こちらは三面鏡です。裏側は収納になってます。下部にはお子様の目線に合わせた鏡も標準で設置。さらに目地のないステップ付き一体型ボールを採用することにより、お掃除も大変便利です。続いてバスルームです。ファミリーサイズなので、お子様とのご入浴も非常にスムーズです。さらに浴室乾燥暖房機も標準で付いております。こちらは衣類乾燥はもちろんのこと、ミストサウナ機能も標準で付いておりますので、ご自宅にいながらリフレッシュできます。こちらはトイレです。サイドには手洗いカウンターを標準装備。こちらは納戸です。大型の収納は非常にご好評いただいております。さらに下部にはコンセントを設置。掃除機の充電等に大変便利です。こちらは主寝室です。このように大型のベッドもスムーズにレイアウト。収納に便利なウォークインクローゼットも設置しております。こちらはお子様部屋です。テレワークブースとしてもご活用いただけます。いかがでしたでしょうか。周辺にはイオンスタイル板橋前野町をはじめ、数多くの商業利便に恵まれ、さらには第一種住居地域という住まう環境にも大変恵まれたシティハウス志村坂上。ご興味をお持ちいただけましたら、住具志村坂上とご検索ください。ご視聴いただきましてありがとうございました。